こんにちは。アラフォー独身女のリアルをお伝えしている現在39歳のジュエルです。今回は、借金持ちの私は他人の借金返済をお手伝いする余裕はないというお話をしたいと思います。今日は箸休め的な感じというか、借金ありのアラフォー女の愚痴として聞いていただければ嬉しいです。小室圭さんのお話にはなってくるんですけれども、そもそも私は社会問題に切り込もうとか、税金の使い道の問題について切り込もうとか、そういったタイプの人間ではないです。うっすら社会に馴染んで溶け込んで、何事もなかったかのように生きているような人間です。政治経済社会問題をしっかり勉強しているわけでもないですしね。偉そうに何か発言できる立場でもないんですね。ただちょっとこれだけは言いたい、気になると思ったことがあったのでお話ししたいと思います。一部世間でお騒がせしている眞子さまと小室圭さんのご結婚のお話なんですけれども、本来はね、おめでたい、好きな者同士のカップルの結婚ということで素敵なお話ですよね。ただし今回、小室さんのお家の問題で、そもそも借金があるとか、今小室さんがアメリカに留学されている費用が数千万はかかっているとかで、それは全て借金なのではないかというお話をちらほらネット情報で見かけるわけですね。留学費なんかは奨学金とかを利用されているんでしょうけれども、奨学金にもいろいろありまして、無償のものもあれば返済が必要な場合もありますよね。日本でも奨学金を社会人になってからコツコツ返済されている方っていうのも多いと思うんですね。当然小室さんも弁護士になってから留学でかかった借金っていうのを自分の力でコツコツ返済されれば全然問題ないんですよ。なんですけれども、本当かは分かりませんけれども、その借金を眞子さまと結婚する際に渡される一時金1億4000万円を使って借金をチャラにしようとしているわけなんですね。留学にかかった費用全般の借金とか、小室家の借金の返済に使おうというわけですね。この話はご存知の方も多いと思うんですけれどもね、この話は借金返済中の私からすると聞き捨てならない話なわけですよ。眞子さまの結婚に際して渡される一時金っていうのは国民の税金であり、私も少しばかり納めている税金なわけですね。この結婚の一時金となる1億4000万の税金の中で、私が納めている税金はもしかしたら100円くらいかもしれませんけれども、他人の借金返済に充てられるのかと思うと、え?ってなるわけですね。私自身の借金は自分の自業自得の借金ですから、一生懸命この先も返していくわけですけれども、自分が納めている税金を私だって自分の借金返済に充てたいと思うわけです。月2万円でも毎月税金として納めている金額を借金返済に充てられれば、どれだけ助かるか、どれだけ嬉しいかという感じですね。こんな時代だからこそ、仕事がなくなったり、コロナで逆にきつい仕事をされているとか、医療従事者の方、リスクを抱えながら働いている方、たくさんいますよね。そういう方に私が支払っている税金が使われるなら、本当にどうぞ使ってくださいと思うんですね。連日テレビとか見てても、また今年から来年の冬にかけておそらく苦しい状況が続きますよね。私が納めている税金なんて、高額納税者の方に比べたら本当にしょうもない金額かもしれないですけれども、コロナでね、職を失ったり、生きるために借金をされているような状況にある方、コロナで頑張って仕事をしなきゃいけない医療従事者の方たちの保証になるなら、いくらでもその税金は使ってもらいたいと思います。特に私はドカンと募金できるような余裕がないからこそ、せめて税金でもってそういう方たちの少しでも力になれれば本当に嬉しいと思います。でも小室さんの借金返済はそれに該当しません。皆さんそうだと思うんですけれども、年末になると何かとね、物入りになったりして、私も出費が重なってます。
そんな中でもですね、当然ながら借金返済は引き続き行わなければならないので、特に余裕があるわけでもないです。まあ眞子さまと小室さんのご結婚がいつになるのか、破談になるのかに関しては私も分かりません。そしてまあおそらく結婚するのがコロナが終わってからという感じになるのかもしれませんけれども、借金返済をしている身としては、他人が私利私欲のためにした借金返済のお手伝いをする余裕はありません。私も自分が社会人になってから納めてきた税金を全て合計したら、今抱えているリボ払いの300万円弱の借金を返せてしまいますからね。今回は雑談なんですけど、真面目な話、税金の使われ方とかあまり異論はなかったんですけれども、やっぱり税金から支払われる眞子さまの結婚一時金が小室さんの借金だったり、小室さんのご実家の借金に充てられるのは許せないとなるわけですね。そもそも小室さん家の問題で400万円借りただのもらっただのとかってやり取りもありましたけれども、400万円もの大金をくれる男性、私も欲しいわってなりますね。妬みかもしれませんね。そもそも400万円渡した男性は貸しただけだと主張されていましたね。小室さん側はもらったと主張していました。もうこんな大事になっちゃったらもうめんどくさくなりますよね。貸した側ももういいですってなっちゃいますよね。おかしな話ですね。まあ、雑談なのに長くなっちゃったんですけれども、借金持ちのアラフォー独身女は小室さんの借金返済のお手伝いができるほど余裕はありませんので、政治家の皆さん、宮内庁の皆さん、よろしくお願いしますというお話でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。